バーブラームバッタライバーブラームバッタライは、ネパールの革命家、政治家。首相、首相就任前は、プラチャンダ内閣の財務省でもあった。ネパール共産党、毛沢東主義派の理論的指導者として、ナンバー2を長らく務めたが、2009年1月12日、ネパール共産党統一、毛沢東主義派の結成により、序列は、ナンバー4となった。また、 バッタライは一時、党の国際部門の長屋、中央人民政府組織委員会の方がとなる、ネパール統一革命人民委員会議長を務めた。元首相で、ネパール会議派のクリシュナ・プラサード・バッタライとは、別人物。バッタライは、ネパール西部ガンダキ県ゴルカ郡、ベルバス村に、中流下層のオザク・ミノリの家庭に生まれた。バッタライの出身であるバーウンは、 司祭カーストであり、伝統的に自らの知能、知的優位性を誇る傾向がある。中流下層とはいえ、カーストは最高位カーストであるバウンである。バッタライも、そのような文化的環境で育った。当時、マオイストの指導者の多くが、貧しい人民から徴収した資金で指定を、英国の大学等に留学させていた。そのような、教育熱心さにも、 彼らの知識人カーストとしてのこだわりがうかがわれる。バッタライは、振動の誉れが高く、ゴルカ軍、ルインテルのアマルジョティジャナタ中学を卒業、1970年の SLC 試験を全国1位でパスし、高校の全国試験でも再び主席で史上最高点を記録。高校卒業後、トリブ版大学建築学科に進学。さらに、 インドのジャワハルラールネルー大学に留学、1977年に全インドネパール留学生協会を創設する。1986年、ジャワハルラールネルー大学の博士課程もトップで卒業し、PhD の学位を取得した。学位論文は後に、ネパールの低開発と地域の構造を、マルクス主義的分析として出版された。 バッタライとプラチャンダバーブラームバッタライ首相、就任後に花束を送られるバッタライ現在の議会進出や現実主義的路線など、毛沢東派が取ってきた恩恵路線の大部分をバーブラームバッタライが引いてきた。ネパール人民解放軍で暴力革命を指導してきた武闘派出身のプラチャンダもそれに乗る形で柔軟路線を歩んでいる。そうした中、強硬派のバーダル、 キランラはバッタライ路線を批判している。共産主義に戻るべきだというのがその内容である。モーハー部内は現実主義と強硬路線の対立が激しくなっている。2008年8月22日、プラチャンダ内閣の財務大臣として入閣。2009年2月6日、プラチャンダ内閣の閣僚として初めて公式に訪日。 日本政府関係者等と会談、大分県、広島県を訪問。2009年3月2日、統一毛派を代表して、145条からなる、新憲法草案を発表。2011年8月29日、バッタライはジャラナーとカナール辞任後の首相に指名された。プラチャンダ内閣以来2年ぶりに統一毛派政権となった。統一共産党が、 ネパール会議派のラームチャンドラパウデル副党首を支持したため28日朝まで選挙の行方は不透明であったものの5つのマデシ系政党から支持を取り付けたため勝利することができた2013年3月14日政権議会再選挙実施のための選挙管理内閣が発足しバッタライは首相を辞任した Always ズファースト・ボブラム・ボタイ ファーストインポリティックス2アコンティーパー2011年8月29日閲覧ネパールマオイストのバッタライフク議長が首相に選出されるハットシュリク・アール・エル・ラナボター・ヤット・ジャヌーエビネット2008年4月22日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年4月16日閲覧 k-a-n-t-i-p-u-r-o-n-l-i-n-e.com ハットネパールマオイストのバッタライフ議長が首相に選出される。再起、世界歴史総書ネパール全史。ピアニッシモ、680から681。再起、世界歴史総書ネパール全史。 p680http://www.edu.nagasaki-u.ac.jp/.private スラッシュ t, a, n, i, g, a, w, a, スラッシュ n, p, l, スラッシュ n, ダッシュ c, o, m, m, e, n, t, スラッシュ二零五 b, ド ht, m, ハッ ht, t p, コロンスラッシュスラッシュ www.n, i, k, i, k, n, b, e, r, i, t, a, ドコムスラッシュサーチと c, g, i, d イコールに十万五百三 カトマンズジャーナル7月8日 nepalnews.com オーガスト 2 1 2 0 8 h t t p w w w m o f g o j p m o f j p ス r e s s 会見 //hodokan///hod0902.html://http://wwww.nepa.lnews.com//archive o スラッシュ2009スラッシュマールスラッシュ MAR02 スラッシュ NEWS05.php ハットネパールマオイストのバッタライ副議長が首相に選出される。ありがとうございます。